なんで今日こんな遅いの？ちょっと仕事でミスっちゃって。はぁ、ねえ、仕事と私とどっちが大事なの？え、じゃないよ、そこは即答してよ。この間さ、私見ちゃったんだけど、あそこの、あの角の喫茶店のところでさ、すっごい楽しそうに、なんかすっごい綺麗な人と話してたでしょ。ね、なんでそういうこと言わないの？お前それお客様だぞ。は？お客様でも何でもいいじゃない。なんかあんたいいよね、なんかそうやってさ、外で発散できる場所があってさ。私の気持ちとか分かってる。私いつも一人ぼっち。私が家で一人でどんな気持ちで結婚する前に言ってくれたじゃん。ねえ、忘れた？また何て言ったか覚えてる。言ってみなさいよ。あとほら、ああ忘れた、年末のさ、そうやって忘れるんだ。あの相手の人がさ、ね、あんたと結婚したことで私の人生めちゃくちゃだわ、ね、そのことをさ、どうしたの？私じゃなくてあなたが言ってくれるべきでしょうね。保険屋も何にもしてくれないし、なんで主婦だって働いてなくったって、ね、あそこのいくらかお金がもらえるっていう話なのよ。同僚の佐々木さん、そのことをさ、ボーナスと言ったら海外行くって言ってたけど、私が言ったっての女だからってバカにされんの？みんなそう。なんで何も言わないの？みんな私のことバカにする。え、どういうこと？ああ、もうそうやってすぐ黙る。なんでバカにされたの？いつもそうよね。あんた何のその髪型？自分で切ってんの？自分で切ってんの？あ、そう、自分で切ってんだ。なんでそんなお金があんのよ。早く家に入れなさいよ。どういうことなの？もう私の物がありながらさ、ほんとたまんないのよ。それは全部あんたのせいよ。あのマミコってこと誰なの？どんだけボディソップ使ってると思ってんの？この間携帯見たけど、あんたのために買ったボディソップは私が使ってんの？あの言葉何？あんたそれでもうちの家にはあんなこと分かってんのね。子供にしてだってさ、いくらすると思ってんの？あんたのそういうことしてんの？もっといいお茶が買えるのよ。3年前に約束したよね。こんな分かりないよ。女の人とメールしないで。何してたっていうの？ねえ、なんで喋るの？そんな私あんたに裏切られたの？その鼻が本当にムカつく。家には全然お金の顔見せるだけで女と遊ぶ余裕を感じるわ。私の胸はその公園の中。私どうしたらいい？ねえ、あの時約束したよね。もうキャベツ、次会ったらもう終わりだよって。アライグマ、ねえ、ゴリラ、私は終わりにしたくないんだけど。ダチョウ、どうなの？ウサギ、何も言わないってことは終わりにしていいってこと？ねえ、クモ、どういうことなの？ブサイク。 So say a death song. Why you drop home baby drop home baby I will